はい、どうも、イチャリコーズです。はい、ということでですね、ちょっとビートルズニュースをちょっと久しぶりに、やってみたいと思います。はい、こちらね、8月23日、もう先々月ですけど、ビートルズ初期にライブを行った建物に Airbnb で宿泊できることが明らかにと。はい、このザ・ビートルズがですね、初期にライブを行ったところがありまして、それはリバプールのウエストダービーヘイマンズグリーン8番地にあるカスバーコーヒークラブっていうね、キャバーンより前にビートルズの前身のクオリーメンとか、あとビートルズがね、初期これ、クオリーメンが13回、ザ・ビートルズがキャリアの初期に40回以上、これね、これ読んでもらえば分かります。はい、こちらおすすめです。こちらに書かれてるんですけど、まあクオリーメン時代からずっとライブをやっていた、カスバーコーヒークラブというのがあるんですけど、カスバーコーヒークラブっていうのは1956年にピート・ベスト、ビートルズのオリジナルドラマーであるピート・ベストのお母さんのモナがですね、実家の地下に1956年にオープンさせたものとなっていると。はい、でこちらね、モナ・ベストが競馬でですね、大当たりしたみたいで、大当たりしてそのお金をもとに自宅を改造して、このコーヒークラブというのを作ったみたいです。会員制のね。はい、でここでね、自分の息子ピート・ベストっていうのがの、まあそのミュージシャンのキャリアを作ってあげたいっていう、そういうような思惑もあったみたいですね。はい、でそれで作って、でそこに来たビートルズの、クオリーメンのメンバーと親しくなって、そこにピート・ベストが加入するという。はい、もしこれ競馬で大当たりしなかったらビートルズなかったかもしれないなんては考えたくはないですけど、はい、まさかのまさかということで、はい、偶然ですね。はい、でこのザ・ビートルズのオリジナルドラマーであるピート・ベストの母親モナ・ベストが開いたところなんですね。でちなみにカスバコーヒークラブは確かね、ジョン・レノンとかシンシェ・レノンがこう書いたこの壁画みたいな、そういうの確か残ってたと思います。はい、で1963年頃にモナベストの持病が悪化して、そこ閉店するということになったみたいですね。はい、でクラブの上の階が5部屋のスイートルームとなっており、ジョン・レノン、ポール・マッカート、ジョージ・ハリソン、ピート・ベスト、シュワード・サトクリフ、これね、いまだにピート・ベストとシュワード・サトクリフってやっぱりリバープールの人にとってはビートルズの一員なんですよね。ビートルズ・ミュージアムっていうのがあるんですけど、キャバンクラブの現在のキャバンクラブの向かい側にあるんですよ。すぐ近くにあって。こちらのプライベートミュージアムなんですけど、こちらの一番入り口のところにですね、ビートルズのメンバーのそれぞれ名前書いてあるんですけど、ジョン、ポール、リンゴとか。で、その横にですね、やっぱり、ピートと、シュアートっていうのも書かれていまして、やっぱピート・ベスト、シュアート・サトグリフってやっぱりリバプールの人にとって、まだね、やっぱビートルズなんですよね。はい。なぜかリンゴスターがないっていうね。これはまた意味深いですね。でピート・ベストと弟のローグ・ベストは、2020年から部屋の改装に取り組んでおり、部屋はザ・ビートルズの楽器や写真や楽器ポスターなど貴重な品々で、装飾されていると。ちょっと待ってさ、ローグ・ベスト、かっこ彼はザ・ビートルズのロードマネージャーであるニール・アスピノールの息子でもあるってことは、モナ・ベストはその後ニール・アスピノールと結婚したってことなんですか。これは知りませんでした。はい。で、宿泊は150ポンドからとなっていると。リンゴスターにちなんだ部屋はないものの、ピート・ベストは両者の間に確執はないと述べているよ。まだ理由はわからないが、そういうのは微塵もないんだ。もう60年以上の前のことだからね。自分の人生があって素晴らしい人生だったとピート・ベストはガーディアン誌に語っている。最初は胸を痛めたし、憤りもあった。でも、ショービジネスだからね。はい。弟のローグ・ベストは次のように続けている。僕らのやることはどれも史実に基づいている。ここでパフォーマンスをやってパーティーをしたザ・ビートルズはジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリソン、ザ・ピート・ベスト、シャード・サトクリフだったからね。リンゴスター、ここには、いたことがないんだ。確かに。そう言われればそうですね。はい。で今回のリオンは母親のモナの功績を称えるためであって、金銭も関係なくやりたかったことだという。今日もし母親がここにいたら 上から眺めて残された功績について誇りに思うわと言ってくれたんじゃないかと思うよとピート・ベストは語っていると。
一方、ポール・マッカートニーは小さなライブ会場にサプライズで出演して、アンドリュー・ワットとレッド・オッド・チリ・ペッパーズのドラマーであるチャド・スミスと共演している。はい、そういうことがありましたね。はい、ということで、150ポンド。150ポンドですね。まあ、そんな高くないですね。5万、違う。今で言うと、だいたい2万円台後半から3万円ぐらいですか。まあ、できなくもないですね。はい。はい、ということで、はい、次。ジョージ・ハリソン。リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド50周年版のリリースが決定ということで。やっぱね、最近そういう話題多いですね。やっぱり。50周年ってやっぱ節目ですからね。リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド。ございます。日本版です。はい、こちらのね。ビートルズ解散後。3枚目のアルバムかな ?3 枚目のアルバムですね。2枚目がこのコンサートフォアバングラディッシュ。解散後。ソロだと5枚目とか6枚目とかそんなになると思うんですけど。はい。で、まあ、やっぱスーパーダリ、デラックス版があったり、リミックスされたりっていうことがあるようです。はい。はい。ということで次、行きましょう。こちらはですね、9月24日。はい。9月ですね、先月。この間説明したんですけど、1964年、モノボックスが発売されたということで、そのビートルズ、初渡米から60周年を記念して、ドキュメンタリー1964が配信されることは明らかにと。ポール・マッカートニーアイ・オブ・ザ・ストームという展覧会で、まあ、1964年初頭の、ビートルズマニアの、ビートルマニアの熱気っていうのを、まあ、撮った写真展が公開されて、そしてまたね、そこから繋がる。文脈で、はい、64年モノボックス、さらにはアメリカ訪問の、まあ、エド・サリバン賞とかね、まあ、その頃の名声アメリカンドリームを実現したビートルズを追ったドキュメンタリーということで、またね、これは楽しみですね。はい、ということで、いや、楽しみです。で、1964年1月から1965年3月にかけての米国でのリリースのために編集されたビートルズのアルバム7作品がオリジナルモノマスターテープから 180g の高品質アナログ版にカッティングされて11月22日に世界各国でリリースされていることも決定しているということで、はい、これは楽しみですと。はい、でサム・メンデス監督 の, 4本の電気映画、これもね2027年の公開予定ですということで、4本のねそれぞれのビートルズメンバーの1本ずつの伝記ということで、いやーこれは楽しみだ。はい、で1970年代公開のドキュメンタリーがレッド・イット・ビーが収録されてディズニープラスで配信されてます。これまだレビューしてなかったんですけど、これもね直視したいと思います。これね、ゲットバックとはまた別物の作品ですね。はい、これもねぜひ見て、これもレビューしたいと思います。はい、ということで、はい、あとはですね、ポール・マッカートニーのウルグアイ公演でビートルズの Now and Then をライブで初披露ということで、先月、まあ、ゴットバックツアーをですね、また再開したということで、アメリカでね、やってたんですけど、もともと去年ぐらいかな、アメリカでやってたんですけど、その南アメリカでゴットバックをまたやるということで、まあ、いずれですね、この流れは絶対日本に来ますね。いや、絶対じゃ分かりませんけど、やっぱね、多分これ、テイラー・スウィフトの、多分エラーズツアーとかにも影響されてるんでしょう。テイラー・スウィフトがね、エラーズツアーというツアーを、自分の全キャリアのアルバムから、有名な曲を2、3曲ピックアップして、まあ、30曲も2、3時間ぐらいの、まあ、コンサートっていうのを全世界でね、やったこうツアー、まあ、エラーズツアー、自分の全時代っていうことでエラーズツアーっていうのをやったんですけど、それが大成功を収めて、資産もかなりアップしたということで、やっぱりそういう大型コンサート、大型世界ツアーっていうのも、自分のベストアルバムみたいなね、はい、そういうのですね、やっぱり やる傾向にあるんじゃないかなと思いますね、こういう超有名ビッグアーティストは。はい、でもポール・マッカートニーもやっぱり、自分の全キャリアを
の相対性のライブ、まあ、もちろんビートルズが結構曲が多いんですけど、まあ、さらにまあこのビートルズの精神を受け継ぐということで、今やってる最中で、これ多分全世界的に来ると思うんで、となると、ヨーロッパ、そして、アジア、アジアが来るとしたら日本来るでしょうということで、2025年ですね。僕2024年っていうことで去年、予測してたんですけど、やっぱりこう、時間が流れるのは結構意外とゆっくりで、はい。意外と、まあ、今年は来なかったということで、来年、いや、おそらく来るでしょうと思います。来ると思います。2025年から2026年ということで、はい。でね、Now and Then ライブをしましたということで、もう、思いっきり歌っちゃってるんですよね。ポール・マッカートニーが。い。いやー、なんか、ポール・マッカートニーの曲みたいになってるのは、まあ、ポール・マッカートニーもかなり、あれなんですけど、貢献したと思うんですけど、やっぱりね、B メロを削ってしまったのはね、やっぱポールの好みなんでしょうね。最近のポールは本当にシンプルな曲ばっかり作ってるんで、シンプルな曲っていうか、結構、最近のポールって、まあなんかこうね、シンプルなんですよね、曲が。ポールの、まあポップミュージック、まあ現代ポップミュージックの感性っていうのもやっぱりね、Now and Then にこう結構、反映されているような気がして。はい。ということで、まあ、それは良しとして。でね、やっぱり僕がね、本当にちょっと、思っていたのは、ビートルズ、マインドゲームズ。マインドゲームズが、1973年ですね。で、去年なんですけど、はい。マインドゲームズが50周年になったということで、アルティメット、まあなんかいろいろね、ボックスセットとか発売されてたと思うんですけど、8月頃に。このね、メディテーションミックスっていうのが、10月11日にもうちょっと発売されるんですよ。あれ？もう発売、まだ発売されてないですよね。メディテーションミックスっていうね。このアルティメットコレクションっていうのも、まあ 2ELP でまあいろいろこう入った、でっかいデカデカとしたボックスがあって、まあただね、僕はイマジン昨日も聞いてみましたが、渋いですよね。渋いアルバムって、ジョン・レノンも自分で言ってるぐらいで、マインドゲームスの曲はいいと思うんですけど、あと、これ来ました。やっぱ50周年、サマータイムズ・イン・ニューヨーク・シティは50周年で、まあ、アルティメット・ミックスなんて、作られませんでしたね。はい、あちらはやっぱりね、ちょっと、まあ、政治色も強くて、やっぱり、まあ、商業的にも、まあ、そこまで成功したとは言えないということなんでしょう。はい。まあ、僕は、アルバム好きなんですけど、まあ、そのジョン・レノン、マインドゲームズ、こちらね、いや、これは本当に、どうなんでしょうね。まあ、実は、で、このね、メディテーションミックスっていうのを発売されて、これ、ショーン・レノンのプロデュースで大胆に再興した、まあ、メディテーション。まあ、マインドゲームスってね、なんかちょっとこう、禅的な雰囲気っていうか、まあ、この、ジャケットもそうなんですけど、日本っぽいところもあって、愛すいませんっていう日本語の曲もあったりして、ちょっとこうね、まあ、なんか全体的にこう、禅的な雰囲気が、やっぱ、ジョン・レノンの作品の中で一番するって言ったりするんですけど、まあ、そこからインスピレーションを受けたのか、まあ、メディテーションミックスっていうね。これ、ジャケットもね、まあ、もう一回で、再デザインされてて、こう、雲の中にポツンと佇む小さなジョン・レノン。そして右に、ああ、ジョン・レノンっていう、印籠みたいなの押されてますね。印鑑みたいなの押されてて、まさになんかこう、禅の色紙みたいな感じですね。マインドゲームズということで。これ聞いたんですけど、これ別物ですね。これもうまさに DJ みたいな感じです。完全に別曲にこう、リミックスされてて、これはこれでね、大胆だなと思うんですけど、ショーン・レノンっていう、ジョン・レノンの息子さんだからこそ、やっぱりこう、
まあ、認められるというか、まあ、ある意味認められているところもあると思いますね。はい、非常にこれジョン・レノンファン、ジョン・レノンイズムを今継承してそれを発展させようとしているショーン・レノン、やっぱこの意向っていうのを、まあ、そのショーン・レノンの感性に興味ある方はぜひ聞いてみて、聞いてみ見た方がいいかもしれませんね。はいはい。まあ、ただこれもね、また、ね、面白い発展系なんですよ。メディテーションミックスっていう、はい、ショーン・レノンのコメント、瞑想は究極のマインドゲームと言えるかもしれません。はい、そうかもしれませんね。はい、で、僕はこうしたとても抽象的な解釈が皆さんの内宇宙探求の手助けになればと願っています。 UMG からアナログ版を出したいと言われた時には驚くと同時にゾクゾクしました。マインドゲームズプロジェクトの中でもこの部分はとりわけ自然発生的に進化していて、ちょうどいい量のグッドなバイブスと妖精の粉が散りばめているような気がします。効果は様々ですが、ということで、なあ、ジョネのね、過小評価されてきたっていうふうに書かれてます。1973年。確かに。まあ、マインドゲームスっていうのは確かに地味だったのと、1973年。うん。やっぱ過小評価されていたってところ、再評価。フィル・スペクターに対するこだわり。まあ、いろいろ書かれてます。はい。で、実はね、実は UK 版、ちょっと注文してしまいました。はい。UK 版注文しました。マインドゲームスのね。またそのうち届くと思うんで、紹介したいと思います。はい。やっぱね、聞きたくなっちゃいますよね。こういうふうに50周年って取り上げられると。そういう面では、これは、こういうのがあっていいと思いますね。こういう50周年で、こういうふうに、毎回再リミックスされるということで、はい。はい、ということで、まぁ、ちょっとね、いろいろね、ビートルズニュース、紹介させていただきましたということで、まぁ、皆さん今、ビートルズがね、ますます、このインターネット時代、AI 時代に、ますます発展していき、新たな、進化を遂げているということで、いや、これは面白いですね。はい、ということで、また僕もいろいろね紹介したいと思います。はい、はい、ということで、実はまだね、1ヶ月ぐらい僕はレコード買ってなかったんですよ、最近。はい、1ヶ月レコード買ってなくて、買ってないと意外と落ち着きますね。はい、意外と落ち着きます。やっぱね、買わなきゃとか、今買わないととか、そういうね、ちょっとプレッシャーにこう、ちょっとそういうのをね、忘れさせてくれる、はい、期間となりました、この1ヶ月。ということで、はい。ということで、またね、ちょっといろいろ紹介したいと思います。ということで、もしよろしければ、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。それでは本日もありがとうございました。